表面もね動きがあってめちゃめちゃいいシルエットになってませんか？チキチキこんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。今回はじゃん、ショートヘアのスタイリング方法についてご紹介していきます。トップだったり後頭部のボリュームが出ない、そして襟足が浮いちゃってうまくセットができない、美容室ではいい感じにしてもらったのになんかお家で自分でセットすると変な感じになっちゃう、などショートにした方が一度は悩む問題なんじゃないかなと思います。そんなショートのスタイリングを解決するためのポイント3つあります。まずはトップ、そして後頭部、そして襟足、この3点のスタイリングを意識するだけで綺麗なシルエットにスタイリングすることができます。今回のスタイリングする道具は丸い方のコテだとやっぱりちょっと難しかったりとか持ってないよっていう方もいるかもしれないので、比較的初心者さんだったり不器用さんでも使えるこちらのストレートアイロンでやっていきたいと思います。はい、というわけで早速解説していきたいと思います。今日もねこの葵ちゃんに協力していただくんですけど、今のこの葵ちゃんの状態はもう皆さんでいう寝て起きて一回ブラッシングして寝癖を軽く直した状態の形になります。髪が絡まった状態でアイロンを通してしまうとアイロンの熱が均等に伝わらず、逆にねその絡まった部分に熱が集中してしまって髪のダメージの原因にもなってしまうので、必ずブラッシングしてからやったりとか、極端な寝癖をね一回濡らしてドライヤーで直した状態、このフラットな状態にしてからアイロンは通すようにしてください。はい、でまずショートヘアのスタイリングで重要になってくるのが、先ほどもお伝えしましたがトップの部分、後頭部の部分、襟足、この3つになります。この3つを押さえるとすごく形がね綺麗なショートヘアを作ることができます。あとはショートヘアの巻く部分になるんですけど、基本的にはこの鉢から上の部分の髪の毛だけを巻けば OK です。このね後頭部のこの辺は軽くアイロンを通すんですけど、基本的にしっかりカールをつける部分はこの鉢上になりますね。だいたいまあこめかみちょい上ぐらいの位置です。この位置だけ巻いた方がいいです。あんまり内側を頑張って一生懸命ねくるって巻いちゃうと全体が丸くなってしまって、すごいなんかキノコみたいな形になってしまったりとか、なんかヘルメットかぶってる感が出てしまいやすいので、もうあえて内側はもう逆に巻かずにスッとまとめて表面だけふわっと巻いてあげるとすごくバランスが良くなります。はい、では早速巻いていきましょう。まず分かりやすいようにざっくりブロッキングしていきます。だいたいこの耳後ろのところで、この辺ですね、前と後ろにざっくり髪の毛分けます。今回分かりやすいようにこういう風にピンで留めてますが、お家でやるときはなんとなくでもいいですし、分かりやすいようにやりたいという方はこういう風に留めておいてもいいかなと思います。こんな感じです。はい、で早速横の部分から巻いていくんですけど、本当にさっき説明した通り巻く部分は鉢上になります。もう綺麗にカールをつける部分はここだけです。この上の部分だけです。なのでまずはこの上の部分にカールをつける前に先に内側をスッと収めておきたいので、一旦この内側にもアイロンを通すんですけど、もし前髪が別であるっていう方は前髪だけこう避けて置いておいてもいいかなと思います。でこの状態でまずこの下の部分ですね、本当にここはさらっとアイロンを通すだけ、膨らみが欲しいっていうよりかはどちらかというとこう押さえてあげてください。では早速この内側さらっとアイロンを通していくんですが、今回温度は160度でやっていきます。まずは内側はもうまっすぐさらっとアイロンを通す程度です。もうスンっていう感じで大丈夫です。本当に軽く熱当ててツヤ出してボリュームを抑えるイメージですね。はい、そしたら次上の部分ですね。で一気に巻くとちょっと毛束が多いかなと思うので、前髪を置いといてこの後ろの上の部分さらに2つに分けます。でまず片側から巻いていきます。でこの上の部分はふんわりカールをつけつつこう後ろに流れてくれるとすごく形が綺麗になるので、平行に挟んでいただいてちょっと大きな円を描くように巻いたら、そのまま後ろに流してください。はい、そうするとこんな感じです。こういう形がついてます。今度は前側の部分ですね。自分でアイロンを持った時はこう挟んでそのまま大きい円を描くように巻いたら、毛先をこう後ろに流すように巻いていく感じですね。こういう感じです。内側はまっすぐ下、鉢上の髪の毛はこういう風に後ろに流れている形です。はい、もうこの内側と鉢上のみです。前髪はまた一番最後に巻きますね。では今度後ろ行きましょう。で後ろ巻く時も鉢上でいいので、さっきのこの分けたところの延長線上のところ、この上だけ巻いていきます。この下の部分は軽くアイロンを通すだけ、巻くっていうよりかは軽くアイロンを通してちょっと押さえるだけっていうイメージです。で襟足に関してなんですけど、もう全く巻かなくて大丈夫です。ここはどちらかというとドライヤーでしっかりこう押さえるようなイメージですね。裏技なんですけど、このアイロンの側面がちょっと温まってる状態になるので、この熱を利用して軽くこう熱当てて手で押さえて、熱与えて手で押さえてっていうやり方も OK です。
。でもあんまりね、やっぱり不器用でなかなか怖いっていう方は火傷の注意があるのでね、気をつけてください。必ずこの側面を使って、こう開いた状態で当ててしまって手で押さえると、この間の部分に手がね挟まってしまう可能性もあるので、必ず閉じて周りのね余熱っていうか、周りの熱の残像というか、この中のプレートの熱の残像があるので、まだ手で触れる程度の温度だったら、この部分を使ってこう押さえてあげるっていうのも裏技かなと思います。ただそれさえもちょっと怖くて難しいって方はやらない方がいいかなと思います。ある程度アイロンのね使い方に慣れていて操作もしやすいという方はこうやってやってあげてもいいかもしれないですね。はい、そしたら今襟足をこう押さえたので、この下の部分の一番表面の部分の髪の毛を軽くアイロン通します。もうここもさっきのこの横の部分の内側と一緒で、軽くアイロンをさーっとまっすぐ通してツヤを出すだけです。で、軽くまだ熱がこもってるうちに、また襟足をこうね、キュッと押さえながら冷ましてあげるとよりまとまりやすいかなと思います。はい、そしたら今度上の部分ですね。この後ろの部分がいかにふんわりできるかっていうところも大事なポイントになってきます。で、大体この後ろの部分は、1、2、3束の毛束で分けてあげるといいかなと思います。まずは3分の1の毛束を取ったら、ここもね、ふわっと鼻先と同じぐらいの位置のところをふわっとさせた方が形が綺麗になるので、ここも大きく円を描きながら毛先にかけてくるっと巻いていきます。この時はもう内側に入れるイメージで大丈夫です。こういう感じ。そしたら真ん中の部分も同じように巻きます。で、この時今巻いた部分も軽く端っこ取っちゃっても大丈夫です。その方が巻き漏れなく巻けるかなと思うので、今巻いたところも端っこ一緒に取っちゃって同じように巻きます。大きく円を描くようにアイロンを通したら、毛先にかけてくるっと丸みをつけていく。はい、こういう感じですね。そうするとどうですか？丸みが出たことによって襟足がより引き締まってるように見えませんか？この丸みがないとなんだか全体的にボテッと見えてしまうんですけど、鉢植え部分がこう綺麗に丸く収まっていると襟足もキュッとくびれて見えます。で、最後のこの反対側の3つ目の毛束になるんですけど、今回は反対側はあえて巻かずに、最後左と右で違いを見ていきたいなと思うので、一旦こっち側は巻かずにいきます。で、もう一つのポイントとして、横を巻いた鉢植えの髪の毛とこの後ろの髪の毛のこのカールがつく部分がこう繋がってると綺麗ですね。なので、この横の髪の毛と後ろの髪の毛の間の部分のところをちょっと取ってもらって、ここも同じように軽くアイロンを通して大きい円を描くように通して、毛先をこう後ろに持っていく巻き方をしてあげると、この横のカールから後ろへつながる部分がすごく綺麗になります。前下がりな感じでこうつながってるとすごく綺麗です。まあ、カットにもよるんですけど、まあ、大体後ろの方がちょっと高くて前に向かってやや斜め前に行くぐらいが、このショートはバランスがよく見えるかなと思います。で、これで今全体のベース巻きが終わって、まあ、このシルエットのままでもすごく可愛いんですけど、よりボリュームを出したいっていう時は、表面の一番見えるところの髪の毛だけを毛束を細かく取って強めに巻いていきます。で、特にこのつむじの部分をふわっとさせたい時は、今ここにつむじがあるんですけど、ここよりもちょっと前の髪の毛を軽く取ってもらって、この部分を後ろにこう大きく円を描くように巻いてあげると、どうですか？ちょっとトップがよりふんわりして見えませんか？このポイントで最後にこう大きい円を描くように巻くっていうのをおすすめです。で、あとは横の部分ですね。この部分もまたもうちょっとトップにボリューム欲しいという時は、表面の見える部分、小指1本ぐらいの細い毛束を取って、もう上に向かって大きい円を描くように、こんな風に巻きます。で、前髪のちょっと後ろの部分とかも、根元からしっかり上に大きい円を描くように巻いていきます。はい、そうするとこんな感じですね。さっきよりもちょっとよりボリュームが出てふんわりしましたよね。で、あとは最後前髪です。この残しておいた前髪の部分も巻いていきます。で、この前髪の部分に関しては、大きい円を描いてふんわり丸くしてしまうと、このお顔周りがもうがっつり出てしまって、お顔が大きく見えてしまうことがあるので、前髪はあえて目横あたりは潰しつつ後ろに流していきます。巻き方は、だいたい前髪を45度引き上げていただいて、アイロンを縦に挟みます。で、そのまま外巻きに巻いていきたいので、手首をくるっとひねるんですけど、ひねってから抜く方向をちょっと前にこう押し出してください。そうすると元の位置に戻した時に、後ろに流れてるけどちゃんと押さえるところは収まってるっていう巻き方になります。ちょっと顔にかかる感じがおしゃれですよね。ここがパカッと丸く開いちゃってると、お顔を全開ってなっちゃうんですけど、今みたいに巻けばこういう風に収まるところは収まりつつ、後ろにこう巻きがつながって流れてくれます。
はい、これで全体しっかり巻くことができました。この後はスタイリング剤のね付け方もやっていきます。でショートヘアの方ってよりふわっとした形をキープしたいっていう時の場合はバームがおすすめなんですけど、中でもちょっとこういった少し固めの質感のものがおすすめです。だいたい片側でこのぐらいですね。ちょっと多いかもって思うんですけど、意外と固めのバームの場合はこれぐらいつけた方がいいです、片側だけで。でまずはこのバームをしっかり手のひらでなじませて溶かしていきます。固めのバームだとちょっと溶けづらいと思うんですけど、もうなるべくしっかり均等につけたいのでちゃんと溶かしてください。でこの状態でまず襟足をつけます。襟足つけるときは内側から手を入れて手串を通すような感じで内側をしっかりつけます。で次はあと横、この内側もしっかりつけます。もう手串通すような感じでしっかりつけてください。で後ろも大きく内側からスタイリング剤をつけます。でその後表面の部分は軽く下から上に向かってくしゃっと揉み込みながら全体になじませます。もうこの瞬間は一旦ボサボサで OK です。まずはバームが全体にしっかりつくことが大事。ちょっとだけ余ったやつを前髪に軽く手串を通してなじませます。はい、そしたら今ねもうかなりボリュームが出たボサッとした状態になっているんですが、この状態からちょうどいいところまでボリュームを下げていきます。もう一旦ねボリューム出しまくって出しまくってそこから下げるっていうイメージですね。でまずさっき巻いた8部分があると思うんですけど、ざっくりここで分けてもらって内側は押さえたいので軽くちょっと押さえるようにスタイリング剤をなじませます。ちょっと軽く手串通す感じですね。で毛先の方は束感があると可愛いので、ちょっとこうね毛先にしっかりなじませながら束感をこう作ってあげるイメージがいいかなと思います。でそしたら上の部分をふわっと置いていただいて、また毛の流れを後ろに戻していくんですけど、この時にバーッと手串を通してしまうとトップの部分ね、せっかくふわっとさせたのに潰れてしまうので、必ずトップの部分は片手でふわっと押さえてつまんだ状態で毛先の手串を通します。こういう感じ、後ろに流すような感じです。であとはこの状態でこの表面の部分にも毛束を作ります。必ずこのトップのこっちの手は離さないでくださいね。上にちゃんとボリュームを残した状態で形を作ります。で次後ろですね。後ろも一緒です。まずは巻いた部分を軽く分け取ってざっくりです。内側の部分をしっかり押さえます。で襟足の部分もこうちょっとちねって束感を作ってあげてください。表面の部分は反対側の手で軽くキュッと根元をボリュームを出しながら毛先を整える。で束感を軽く作っていく。はい、そうするとこんな感じです。であとは軽く微調整するために毛束を軽く一本一本またつまんでいくんですけど、この時にボリュームを出したい表面の部分を指でこの上の方をつまんで、毛先の方は下に引っ張るけど上の部分はちょっと裂くような感じで上下に裂いていくイメージですね。毛束つまんだら上の部分は上に引き出すけど毛先の部分は下に向かってこう引き出す感じ。こうするとより立体感のあるボリュームのある形を作ることができます。上の部分は上に引っ張りながら、かといって全部引っ張っちゃうと毛先が全部持っていかれちゃうので、毛先は毛先で下にこう引っ張るっていう感じ。そうするとよりトップにボリュームが出せるけど毛先が暴れないっていう形を作ることができます。だいぶ動きが出てくれましたね。バームをしっかりなじませてあげるとこう裂いた時も変にボサボサってなりにくいので、もう最初にしっかり揉み込むっていうのもすごく大事になります。はい、そうするとこんな感じで完成です。ちょっとね黒髪なんで見えづらいんですけど、この鉢上の髪の毛は横も後ろも全部後ろにこう綺麗につながって流れている状態です。で内側はもうしっかり押さえるっていうのがメインでやっています。で固めのバームだったらもうこのままでもしっかり形はキープできるんですけど、それでもちょっと崩れるの心配だなっていう方はここからさらにハードスプレーとかをね、表面の特にボリュームを落としたくないところにシュッシュッと軽く振ってあげてもいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでどうですか。トップからね後ろにかけてもしっかりボリュームがあって、襟足はキュッと締まってるし、表面もね動きがあってめちゃめちゃいいシルエットになってませんか。ちなみに前から見るとじゃん、こんな感じです。前から見るとより印象が全然違いますよね。こっちの右側がしっかり巻いた方ですね。で左側が何もしてない方、全然印象違いません。横から見た時もこの巻いた方がしっかり動きあってボリュームもあってふわっとして可愛いです。巻いてない方だとちょっとねのっぺりしちゃって重さが目立ちますよね。やっぱりショートヘアは軽く巻くだけでもね全然印象変わるので、ぜひやって
いただきたいですね。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。今回はショートヘアのスタイリング方法についてご紹介していきました。もうショートヘアだと本当に表面巻くだけでもすごく動きが出て、もう本当に軽く巻くっていうところでは鉢植えだけしかやってないんですけど、すごく綺麗なシルエットに見えませんか。内側は本当にまっすぐ、ツヤ出しのために軽くアイロンを通してむしろボリュームを抑えたぐらいです。鉢植えしか巻いてないです。なのでね、慣れてしまえば本当に短時間でヘアセットができるようになるんじゃないかなと思います。今回はストレートアイロンでやっていったんですが、コテのが得意っていう方はもう巻く場所だけね覚えていただければ同じようにあとは巻くだけなので、コテが好きな方はコテでやってもらっても全然 OK です。もう改めて見てね、巻くだけでも重心が上に上がるので全体の印象も上に上がるし、小顔効果もあるかなと思うので、ぜひやっていただけたらなと思います。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。カミニーとは現役の表参道美容師であり毛髪診断士でもある謝るが、開発プロデュースを手掛けるヘアケアブランドです。発売時は Amazon ビューティーカテゴリー9冠達成、また楽天市場では発売開始早々に総合ランキング1位を獲得するなど、今注目されているヘアケアブランドです。一番の特徴は150万人を超えるフォロワーを持つ SNS を活用している点です。 SNS を活用することで広告費を削減し、削減分を原料に充てることでサロン専売クオリティを手頃に使い続けやすく提供する新常識を作り出すヘアケアブランドです。髪を通して日本中の女性を輝かせるというコンセプトのもと、皆様の髪にいいものを提供し続けることをお約束します。もっと知りたいという方は概要欄もしくは Amazon 楽天市場にて髪にいいで検索してください。いや、私もね、毎回ショートヘアの企画をやるたびにショートにしたいなとか、ボブのヘアアレンジするたびにボブいいなって思うんですけど、まあやっぱ怖いですよね。で、よくあやまるさんショートにしたことないのってお客様からとかコメントとかでも聞かれることがあるんですけど、実は私学生時代ショートで、まあ、ギリ髪の毛結べるか結べないかぐらいな、まあ、結べない時もありました。もう本当にベリショぐらいの時もありました。モンチッチみたいな時もありました。けどね、やっぱね、ショートはめっちゃ楽でしたね。ドライヤーも一瞬で終わるんだけれども、なんせすごく癖毛なのでショートにするとよりうねる、なんかふわって爆発したみたいなチリチリっていう感じになっちゃうんですよね。毎日アイロンするのすごい大変だったし、なんならちょっと伸びたところでパーマかけちゃえば逆にいいんじゃねみたいな思って、まあ、高速ではダメだったんですけどかけちゃったんですよ。事故だと思うので、その時の先生もし見てたら申し訳ないんですけど、パーマをかけたんですけど、あのより爆発しちゃって、なんかやっぱりパーマをかけたからって言って自分の癖毛を治らないので、自分の癖がある状態の髪の毛にパーマがかかるのでよりチリチリになっちゃったんですよね。だから先生も多分それ見てなんかもうかわいそうで言えなかったのかな、今になってみるとそう思うんですけど、まあ、それぐらい結構パサパサになっちゃったので、まあ私自身はもうパーマは一生やらないかなと思ってます。やっぱり髪質によってね、本当にショートにするとかパーマかけるとかブリーチするっていうのもね、人によってだいぶ変わってくるので、そこはもう担当の美容師さんと相談しながら慎重にやっていただけたらなと思います。でも挑戦したい気持ちが本当に強くあれば、私は挑戦してもいいんじゃないかなと思います。ただ私はまだ挑戦したいけど気持ちが固まってないので、バッサリはいけないですね。まああと一生あるうちにショートは一回あるのかないのかっていうぐらいだと思います多分。まああとはさ、アレンジをいろいろ紹介したいからあんまりバッサリはいけないかなっていうのもあります。まあ結論、私は今の髪型すごく気に入ってます